ギターヒーローは、ハーモニクスミュージックシステムズ開発の音楽ゲーム、通称、ギターヒロ。レッドオクタンによって、プレイステーション2用のコンソールが販売された。ギターヒーローシリーズ第1作である、このソフトは2005年11月8日に、北、アメリカで発売され、2006年4月7日には、オーストラリアで発売された。このゲームの開発は、ハーモニクスとレッドオクタンが、 北米版ギターフリックスみたいなゲームを作ろうと考えて行われた。このゲームはプレイヤーがロックミュージックを演奏している気分にするためにギブソン SG を小さくしたような形のギター型コントローラーを画面に流れてくる楽譜に合わせてコントローラー上のボタンを押すという形で用いる。ゲームに使用された曲はボーナストラックにある インディーズバンドのものを含めて1960年代から2005年の30曲のカバーバージョンが使われている。このソフトは驚くほど売れ、賛否両論ながらも有名ゲーム誌で数々の賞を受賞した。これらの成功を受け、ギターヒーローという商標を使った販売方法による売り上げは10億ドルを突破。続編や拡張パック、関連商品等が数多く売り出された。 続編の情報については、シリーズ作品武士を参照のこと。ゲームに同梱されているコントローラーは、実物の3、4サイズである。このゲームのリードデザイナーであるロブ系によると、このゲームは同じくギター型コントローラーを用いて遊ぶ、コナミのギターフリークスから直にインスパイアを受けて、作られた。一方、レッドオクタンは、家庭ワンダンス。 ダンスレボリューションなどに向けたダンスパッドを開発していたメーカーでコンピュータゲームのレンタルサービスも運営していた。このレンタルサービスで人気を集めていたのが日本のギターフリークスというゲームであった。当時コナミはアメリカではギターフリークスを発売しておらず、一時はアメリカ版も検討されたもののギター型コントローラに関わる法的問題によりアメリカ版は実現が困難であった。 レッドオークタンの K とチャールズファンは、コントローラもそれを使ったゲームもアメリカで作ろうと考えた。あまりにもそのアイデアが奇抜すぎたということで、複数のゲーム開発者に却下されたが、ファンらは175万ドルの資金を集めた。アクレームエンタテインメントの創設者の一人であった EN ・グレッグ・フィッシュバックは、誰がそんなどうでも良さそうなゲームで遊ぶんだと言って、 企画を却下したことを数年後に悔しそうに振り返った。ファンらはフリークエンシー、アンプリチュード、カラオケレボリューションといった音楽ゲームを世に送り出したハーモニクスにギター型コントローラーを用いたゲームのアイデアを持ち込んだ。約100万ドルの資金を持って2つの企業がギターヒーロー開発のために手を組む結果となった。このことについて K は誰も 大成功を収めようなんて考えなかった。ただ楽しめるものを作ろうと思っていたと語っている。ハーモニクスの代表であるアレックス・リーガー・ポラスはマイクロソフトへフリークエンシーの企画を持ち込んだ時、マイクロソフトのゲーム部門の副部長だったエド・フライズから独自のハードウェアのない音楽ゲームはうまくいかないと言われたことがこのゲームの制作へ間接的に影響を与え、 ギターヒーローの企画が上がった時その企画についてもっとよく調べてみようということになったと話している。制作チームはこのゲームのコントローラーはまさに我々のやりたいことが詰まった魔法のソースだとすぐに直感した。チームはゲームを際立たせるための3つのゲームプレイのイメージを作り上げた。3つとも音符に合わせてボタンを押すだけでなくワーミーバーだけでなく通常のコントローラーでも 演奏可能である。専用コントローラーの端には指板を表す5色のボタンがあり、ネックの近くにはナットが、ボディにはワーミーバード、ストラムがある。また、ギターの端にはメニュー選択のためのボタンがある。画面上には音符が並んでおり、画面上にある音符が流れてきたら、そのボタンを押さえつけ、音符が画面上のあるエリアに達したら、 ストラムバーとトグルを押さえつけることによって曲が奏でられる。音符の流れるスピードが速くなると、ストラム奏法の代わりにハンマリングオンとプリングオフを用いる必要がある。このコントローラのハンデッドネスはトグルで締められており、右利きの人でも左利きの人でも使いやすいようになっている。なお、通常のコントローラを使う際も画面に合わせて、 ボタンを押していけば良いとゲームの説明書にはある。きちんと正しいボタンを押し、コードやサステインを正しく用いると得点を獲得することができる。また、連続した音符にうまく合わせられると得点が倍になる。ロックメーターは、プレイヤーのミスなどを元にしており、メーターの数値が一定の数値より下であると、曲が途中で止まってゲームオーバーになる。また、 光る音符に完璧に合わせさせてインジンにワームバーを用いることでスターパワーを稼ぐことができる。これが半分以上貯まると一時的に専用コントローラを垂直に持ち上げるか通常のコントローラのあるボタンを押すことによってスターパワーを増幅させることができる。スターパワーを増幅させるときちんと奏でることによって得られる得点が2倍になったり、 ロックメーターを上昇させたりすることができる。そうすることによって失敗しそうな曲を弾きこなすためにスターパワーを使うことができる。ギターヒーローの主なプレイモードはキャリアモードである。このモードはプレイヤーがゲームの中のバンドマンと共に架空のライブ会場をたくさん回り一つの会場につき4から5曲演奏するというものである。このモードでギターを弾きこなすと 他のモードで演奏できる曲が増える。また、プレイ自体を左右するわけではないが、キャラクターとギターは選択可能である。キャリアモードでは演奏することによってゲームの中でお金を稼ぐことができる。稼いだお金を使ってゲームの中の店で追加曲やギター、フィニッシュといったボーナスコンテンツを購入することができる。クイックモードでは プレイヤーは、プレイヤーは、すべての曲を弾くことができ、難易度やギター、キャラクター、会場などを選ぶこともできる。キャリアモードもしくはクイックモードで演奏を終えると、演奏をコンピュータが全体的に評価し、5段階評価で、スコアが得られる。マルチプレイヤーモードは、同じ曲を2人のプレイヤーが対決する方式で、演奏するモードである。このスクリーン上に2つのフレットが現れ、 より高い点を取った方が勝者とされる。すべての曲の難易度は4つに分けられており、腕を磨くためにカーブを学ぶことができる。最も簡単なレベルである Easy は3つのボタンを、標準レベルの Medium は4つのボタンを、難しい Hard では5つのボタンすべてを用いて演奏し、音符の数もレベルに合わせて増減する。また、Expert モードはフレットが表示されなくなる。 ギターヒーローは47曲が収録されており、うち30曲はメインセットリストにあり、ウェイブグループサウンドによる有名な曲のカバーバージョンである。すべてのカバー曲は、As Made Famous by という文章がスクリーン上に表示される。残りの17曲は、インディーズバンドのものをマスターレコーディングしたものである。以下の曲は、ソロキャリアモードで最初から使用できる。 これらの曲は難易度別のステージに合わせて振り分けられている。そして一曲ごとに e ージー Medium、Hard、Expert の4つの難易度に分かれており、難易度によって音符の数や楽譜を流れる速さが異なる。それぞれの難易度に合わせてクリア条件が課されており、低難易度の場合は3.4曲間そうすることでクリアとなるが、 最も高い難易度ではそのステージにある5曲すべてを完走しなければならない。難易度不問で1つのステージをクリアすると、そのステージの楽曲が解放され、即引きモードや対戦モードでも使えるようになる。これらのカバー曲は、ザ・ギター・ヒーロー・レコーディングスという iTunes に似たダウンロードショップでも購入可能である。ボーナス曲は全部で17曲あり、キャリアモードで得た。 仮想通貨を使ってゲーム内のショップから購入できる。一度購入すると、その曲はキャリア、即引き、対戦モードにおいてどの難易度でもプレイできるようになる。以下の2曲はプレスリリース時に使用されたが、ゲイモシャーク、コードブレーカー、プロアクションリプレイといったチートを使用しない限り、プレイすることができない。ギターヒーローはいくつかの賞を受賞している。 イグンのベストオブ2 0 0 5では、ベストミュージックゲームと、ベストプレイステーションにミュージックゲーム、ベストライセンスドサウンドトラック、ベストライセンスドサウンドトラック4プレイステーションに、ベストオフラインマルチプレイヤーゲーム、ベストプレイステーションにオフラインマルチプレイヤーゲーム、ベストゲーミングペリフェラルを受賞した。ゲームスポットのベストワーストオブ2 0 0では、ベストパズル、リズムゲーム、モーストメタル、 リーダーズ・チョイスベスト・パズルリズム・ゲームを受賞した。ゲーム・デベロッパーズ・チョイス・アワードでは、エクセレンス・イン・オーディオと、エクセレンス・イン・ゲーム・イノベーション、EN、アカデミー・オブ・インタラクティブ・アーツ・アンド・サイエンシズ主催の2005年度、EN、インタラクティブ・アチーブメント・アワーズでは、ゲーム・オブ・ザ・イヤー、アウト・スタンディング・アチーブメント・イン・ゲーム・デザイン、アウト・スタンディング・アチーブメント・イン・ゲーム・プレイ、 エンジニアリングアウトスタンディングアチーブメントインサウンドトラックを受賞。また、2005スパイク TV ビデオゲームアワーズのベストサウンドトラックも受賞した。ありがとうございます。